クロスでしたね。イグノから、はい、中キムシムクに合わせていきました。いやね、初めて違うパターンでの攻めになりましたけどね、はい、ここもでも自分たちのミスからなんですよ ね、 そうですね、はい、イグノが右サイドから、やっぱりああやって横から入ってくるボール戻りながら対応っていうのはやっぱり難しいですよね。これまでずっとこらえてきた柏レイソルですが、やはりこのラウンド16、一つのミスも許されません。結局は、ね、自分たちのミスから失点という形になりましたけど、まだ時間ありますからね、はいはい、ここまではしのいできた形の柏レイソル、ただ負けたら終わりのこのラウンド16、もうとにかくまずは1点を取らなくて、さあそしてロングスロー、まあ、島から中のその後一瞬の隙を突きました。レイソルが追いついた。今本当にぽっかりとレアンドロ・ドミンゲスが空いたような、しかし珍しいシーンですね、ロングスロー一発っていうのもね、はい、松島からこの角度で見てみましょう。打ってるんですね、はい、レアンドロ・ドミンゲスの今大会5点目、柏レイソルが追いつきました。いやー今のはね、でもタイミングでしょうかね、交代のタイミングをうまく使いました。パスが入ってマラニョ、マラニョからのスペースへのパス、中にはまた厳しい打っている、折り返し、信じられない光景が今目の前で起きています。ゴールが認められたのか、ね、ブラインドになって見れなかったんですけどね、ラインを越えたっていうことでしょうね。リプレイを見てみましょう。この折り返し、いや入ってないですよね。ですよね。この折り返しに那須が、松島、那須ですね、菅野が反応して、いやこれは入ってない。見る限りではちょっと最後のところはね、微妙ではありますけど、ボールが全てラインを割らなくてはゴールとしては認められませんが、なんとも納得もいかない形で2対1、ウルサンが勝ち越しゴールを奪いました。人をかけてこないですね、はい、リードを持っているウルサン、はい、中央跳ね返しました。ただここはエスティベンが一射で感動しています。中に低いクロス、うわー、リーダー、イグノだー、これはどうしようもない、ワールドクラスのシュートをイグノが決めました。重くのしかかる3点目です。スタジアムが沸きます。今のはイグノを褒めるしかないような、そんな素晴らしいゴールシーンでした。そうですね、まあ、それと何度も言いますけど、このやっぱりパスの質ですよね、ピンポイントでやっぱりあそこを狙ってくるっていうのはね、
悔しそうに倒れ込んだのはゴールキーパーの菅野です。今日やっぱりね、ゲームの得点シーン見るとこの2トップにしてやられたという結果的にはなってますけどね。キム・シンウク、イグノ、一気に縦一本、レアンドロ・ドミンゲスからパスが出る、シュート、よし、田中純也1点を返しました。さあこのサポーターのためにまずは1点を返した田中純也、まだ少し時間は残っています。あと1点、あと1点取れば延長へと試合は入ります。得意の左足、うん、そうですね、角度はありませんでしたが、角度は本当に見なかったですね。